はい、今回はね、天下無敵希望の英雄希望のヒーローか、スーパーサイジン3ゴテンクスですねをのスーパーをやろうと思います。スーパーしかないですけど、でこれなんですけど、あれですね、メダル手に入るやつ。スーパーは、SR 以上のピッコロとマジンブーアクはゴテンクスのダメージ軽減スキルを無効化し、ゴテンクスへのダメージ値が増大するぞっていうことで、はい、まあ、マジンブーアクとピッコロがいりますね、 SR 以上の。はいはい。でまあパーティーはこんな感じですね。リーダーがゴテンクス失敗 B、 まあこれはリーダースキルだけですね。ワー属性の記録プラス3 HP とアタックとディフェンス 20% アップっていう感じで、はい、超強襲とあと合体戦士もあるな、これ。うん、超強襲と合体戦士、合体戦士で記録プラス2。うん、でまあこれはまあ必殺技封じるっていうやつでまあ入れてますね。でこれも同じジャッキーチュンも必殺技を封じるんで入れてるっていう感じで、まあパンは気力プラス3技属性ので、まあこれは大ダメージ要因のピッコロ、強襲のやつですね。ドッカン刺したやつ、まだ必殺技レベルマックスじゃないですけど、はい。でこれもダメージ要因魔人ブワク、これは魔人ブーの超激戦か、うん、で手に入るやつですね。技はマックスにしてます。で HP50% 以上で気力プラス2っていう感じで、このパーティーでやっていこうと思います。はい、2回負けましたね。これで6分の2ですね。なんかそんな難しくない気がするんですけど、負けちゃいました。と、1回目が、これ3戦あるんですけど、最終戦でベジータと、マジンブーが必殺技打てなくてアイテムなくなって終わって、で、2回目が、ですね、3戦目でゴテンクスが、あ、どうしよう、これ迷うな、ハテナいっぱい来るんだよ。あ、ゴテンクスか、魔人ブーかピッコロがいいんだよ。うん、最後余裕こいてたら普通の攻撃でやられちゃいましたね。2ターンごとにゴテンクスが変化するんですけど、スーパーサイジン3のゴテンクスがめちゃめちゃダメージ与えてくるんで危ないんですけど、うん、それでスーパーサイジン3のゴテンクスじゃなかったんで大丈夫だろうと思ってたらやられちゃいました。で、この魔人ブーね、防御が低いんで、普通にパンちゃんとか、ブルマよりダメージ食らったような気がしたんですよね。うん、だから、魔人ブーでは、ね、防御、できるだけしない方がいい、と思います。あ、気絶した。ラッキー。ラッキーですね。あー、ちょっとね、これちょっと厄介ですよね。ゴテンクスに記録一気に、ハテナマスでいっちゃったんで、これは厄介、ちょっと。ダメージ下がっちゃいますよね。うわー、
なあ、こういうのでピッコロとかに行ってくれればよかったのに。できるだけ 1,2 戦では 1,2 戦で活躍するんで、ゴテンクスは。あー、でこれ、このゴテンクス技レベル5ですね。1戦目2戦目で技レベルマックスゲットしたのに、せっかく無駄にしちゃいました。あー、うん、あー、でもコース、あー、ちょっと打てないな。打てない。魔人ブーでは受けたくないな。これで倒せないかな。で、こいつ、まあ、魔人ブーでは死ぬでしょ。で、まあ、トランクスもう一旦封じで。これでいいや。これ倒れてくれるとありがたいけど。よし、いい感じ、いい感じ。で、これで封じと。あ、ゴテンクスが高いのかな、一番防御。1,2 戦で回復アイテム1個使うぐらいにしときたいんですけど、できれば。で、第3戦の、おぉ、第3戦の、ゴテンクスでお化けを使いたい。スーパーサイジン3のゴテンクスで。もう倒せるかな。まあ、全員撃てば倒せるか。これで倒せないかな。うわ、生きてるか。うわ、地味にもったいないな、これ。さあ、ここ第2戦。第2戦もそこまで強くはない。よし。何体これ。3体攻撃か。3体攻撃だと多分耐えれないな、これ。1万5000ぐらいじゃないか。通常の攻撃が。うん。で、魔人ブーだと1万8000ぐらい食らったんですよね、これ。気絶してくれるとありがたいです。はい。お願いします。で、僕一応、技の、ガチャの SSR の魔人ブー枠持ってるんですけど、まあ、あれは、与えたダメージの 25% 回復っていうのと、必殺技で稀に、気絶させるんですけど、まあ、やっぱ魔人ブーは最終戦で、火力上げてもらいたいので、技レベル低いので外したってのと、最終戦は、2ターンごとに、ゴテンクスの、形態というか、あれが変化していくんで、気絶はあんまり意味ないかなっていう、最終戦では。なので、外しました。こっちの魔人ブーにしました。
ガチャ限定じゃない方に。ゴテンクスの3は気力11が一番いいんですよね。必殺技打つのマックスがそんなっすよね。まあ、ディフェンス下げるんですけど、2回なら耐えれますね。いいよ。今んとこ1個、回復1個しか使ってない。気絶してもいいけど。おお、ラッキー、ラッキー、これはラッキー。ファンちゃんいいね。気絶しちゃったよ。これはラッキーですね。うん、あのブルーマをバーダックで使ってたんですけど、ガチャの SSR 必殺技封じてパッシブで力気玉を技気玉に変えるってやつ、これ言ったかな。ちょっと何回も撮ってるんで3回目なんですと言ったかどうか忘れちゃったんで。オッケー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 。これはいいっすね。これはいい、ラッキー。チュンちゃんで封じれるし、まあパンちゃんいるんでパッシブで気力上がってピッコロでも打てるんで、これはいいっすね。こいつ、このゴテンクス3は普通の攻撃で2万近く食らうんで、おそらく必殺技打たれたら終わりっすね。で、多分魔人ブーとかで攻撃受けちゃうともっと食らうと思うんで、気絶しちゃってもいいけど、そらないか。よし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 。とりあえず魔人ブーで攻撃受けなきゃ大丈夫。あ、でも結構攻撃あるな。1、2、3、4、4体。あー、なんか怖いな。西が8万。まあ大丈夫でしょ。よしよしよし。で、一応、魔人ブーにも。ほら、これ、1万7000。魔人ブーでも必殺技打ててるんで。んー、ダメなんですよね。ゴテンクスでもこんなんしか食らわない。さあ、行け。あとは、ピッコロの技レベルもマックスにしてたら、もっと、いいでしょうね。ピッコロが、技レベ10なんで、僕の。確か集めてるんですけども、集めてるんですけど、あれっすね。お金がない。どっかん結構お金かかるんで、どうしような。こいつの攻撃が1万5000ぐらい、だいたい。普通の攻撃が。ですけど、アイテムももうないので、使っていきましょう。ドラゴンを。あ、またどっか忘れてた。
わー、ピッコロかマジンブルーしたかったけど。まあいいや。必殺技打てるから。とりあえずオッケー。よし。必殺技なかったですね、初っ端の攻撃で。ちょっと、どんなもんそんなに食らわないですよね。さて、勝てるかな？あれですね、やっぱスーパーサイヤ人3じゃないと、他のキャラでもそこそこのダメージを与えれますね。気絶したらラッキー。まあ1回分の攻撃減るだけですけど。うん、あれなんですよね、ここで気絶しても次のターンでこうテンクスの姿変わっちゃうんで、気絶は解除されちゃうんですよね。さあ、どんぐらい出るか。あー、倍ぐらいかな。スーパーサイヤ人3のゴテンクスの倍ぐらいは食らう。あー、これランダムなのかな？さっきすぐにスーパーサイジン3に戻ったんですよね。スーパーサイジン3のゴテンクスに。ランダムか。ランダムなのか、残り体力とかが関係あんのか。ちょっとわかんないですけど。いけそうっすね、なんとこ。1万5000ぐらいか、これも。おお、あ、これも1万5000ぐらいとして、まあ大丈夫っすね。オッケーオッケーオッケー、いいね。パンとピッコロマジンブが来てくれるといいですね。かなりの確率で必殺技打てるんで。よし、いけそういけそう。次でいけるかな。これでいってもおかしくないな、ピッコロなんで。いけ。あれ、そこまで。まあ、でも次でいけるでしょ、魔人ブー。あー、戻って魔人ブーいるかな。魔人ブーかピッコロ、お、いるね。よし、これで終わり。確実に使っておこう。ちょっと怖いんで、軽減してもちょっと怖いんで、必殺技打たれると。これで終わりでしょ。まあ、終わりじゃなくても、必殺技封じて。よーし。何分の何だ？クリア率7分の3ですね。はい、というわけで、ガチャゲン、UR なしでクリアですね。まあ、フレンド頼みっていうのもちょっとありますけど、第1戦、第2戦は特に、まあ、一応クリアできましたっていうことで。はい、今回は、これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。